音がなする流れてる音が。あ、今流れてるんですね、ここ。こう流れてるんです。あ、そっちまで。これがダンプステーションで、ダンプ式と言いますね。みるみるランド。卵が投入されました。いい感じでなんか焦げ目がついて。ね、熱い。手も焼けちゃう。こちらも美味しそうに焼けてます。このジューっていう音がいいですね。これ一つ、はい。またドバドバっと出たね今ね。ああ小僧が。びっくりした。なめ小僧がいっぱい出た。大丈夫。すいません。大量の。胡椒が、はい、はい、まあまあそういう時もある、はい、そして今気がついたらあれナイフか、なんかね、ナイフナイフじゃない、フォークがフォークがなぜか一本かけてます。なぜか一本かけてる。とりあえずいただきます。はい、はい、熱々で美味しい。ちょっと胡椒が効いてます。ちょっとじゃないと思うな。かなりすごい出たもんね今、ドバドバって。あ、上手にいい感じでかかってますね。はい、私のやつなんか黒いもんな。これ黒いですよね。胡椒でブラック確かにうまいですね。はい、じゃあ行きます。はい、あのうん、焼きたて美味しい。いや、いいね、ほくほく。うん、半熟。とろとろで、とろとろ垂れてくる。みるみるランド。はい、では、キャンプ場もこれから出るとこなんですけども、その前に排水処理やっていきます。まずそれがホースですね、排水ホース。で、今回は。ここはちょっとお金を払って、はい、この排水口の蓋を開けるんですけども、今これ開かない状態ですよ、はい、お金払うとここがパカッと開くんですけれども、うん、ちょっとこれだけ持ってて、お金入れたらここ踏んでいただけますか。はい、はい、あ、私やります。料金はその場所によって違うんですか。そうですね、だいたい BCC は5ドルぐらいが、うん、ただこれキャッシュカード、あのなんでクレジットカードとか取らないので、うん、コインがまあ普通になるんですけど、はい、あ、開いた、ね、ああ開きましたね。いいですか。はい、そしたらこれをここにちょこっとこんな感じで、まあ、あまり深くまで入れなくていいんですけど、うんうん、こんな感じで、でも足は離してください。はい、そしてここがあのなんていうの、排水口の出口、入り口というか、出口、こうやって回すのね、音じゃない、うんうん、そしたらここがフックになってるので、うんうん、カチッとここまでちゃんとしっかり、はい、ね、そしたらあとは簡単です。レバーを引いてみてください。はい、いいですか。はい、引きます。レバー引きます。はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、あ、音がなする流れてる音が。あ、今流れてるんですね、ここ。こう流れてる。あ、そっちまで。これがダンプステーションで、ダンプ式と言いますね、日本語ではね。ダンプ式のトイレとか。あ、これは今回は排水だけしてるってことですよね。そうです。トイレではない。トイレではないです、うん、これはいわゆるシャワーした水とか、うん、あの食器を洗った水とか、うん、そういった水、うん、の汚水が流れてる状態です、うん、で、トイレのやつがもうダンプ式の場合にはここに流して大丈夫です。同じところに流すんですけれども、うん、このトレーラーは、うん、あのカセット式トイレになってるので、はい、私のところのこのトレーラーはこの1本しかない、うんうん、あ、
もダンプ式のものはもう一本こういうところが、そうです、はい、でその場合には先にトイレの水を流して排水の水を流すとホースがきれいになると。ああ、確かに。ちょっとね。ちょっとそうです、ね。逆はあんまりありえない。そうですね。うんうん、まあ大体流れたなと思ったら、これを開ける前にこれをまず閉めます。うん、じゃないとこれ外したらまだ残ってるのが垂れてきちゃうから、うん、まずここを閉めると蓋がされるのね、中で、中でね、うん。そしてこれを。こんな感じでね、取ってもらって、うん、で、この後でね、こう来て、今度このホースをきれいにしたいんですよ。なので、ここに水道があるから、水道ホース。あ、それで洗うんですね。この水道ホースで、うん。こんな感じで。でホース自体をきれいにして、そう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 、今大体きれいになったかなって、うん、まあ、こういう作業がちょっとあって、うん、いいですか、はい、うん、でちなみにこのきれいにするところのホースは絶対に飲み水には使わないでしょ、うん、これはもうあの検査されてないので、バクテリアとかも入ってるし、うん、雨水とかってね、そのまんま、うん、でこんな感じで、あ、そうそうそう。ただ開けっぱなしだとちょっとかっこ悪いですよね。かっこ悪いですね。みるみるランド。気もついてなかったです。ついてなかったですよ、ね。それ多分、これ10ドルぐらいするもんなんですよ。ね、プレッシャーがね、入りすぎると、中の、細い、水の管とかが割れちゃったりとかするのね。うん、だから、結局、ここに来た水を優しくして戻すっていう、これシステムなんですよ。へー、うん、昨日もついてなかった。ついてないですね。これ、で、こういう風になってて、うん、汚いゴミとかを入れたくないじゃないですか、うんうん、タンクの中に、うんうん、だからこれ多分2000円ぐらいで買えると思うんですけど、うんうん、こういうのが網のところでこう止めて、そしてこういう風にやると汚いものが入らないっていうシステム、うんうんうん、なんかこれせっかくだからつけて、でこれは多分前につけてた人忘れちゃった、うんうんうん、これ50何リットルでしたっけ？16杯です。結構時間かかる。そうですね。満タンに入りました。みるみるランド。買い物していきます。ここはスーパーマーケットみたいな感じかな。なんかこれさ、全部さ、サイズが大きいね、やっぱね。日本とはやっぱ全然違うわ。だってトイレットペーパーとかもこういうサイズが売ってるんだよね。うん、っていうかこのカゴが大きいからね。カゴ大きいですね。日本のやつも全然倍ぐらい。なんかレイナさんが子供になったみたいに。この 20EA っていうのはイーチ単価だそうです。マフィンとか好き？マフィン好き。マフィン食べる？食べます。マフィンね、ラズベリーか、うん、ブルーベリーか、あー美味しそう。ミルク、牛乳、すごいね、ボトルサイズです。はい、こっちは果物と野菜です。この辺は日本のスーパーとあんまり変わんない感じかな。ね、一緒だよね。でもなんかそのミニトマトのサイズとか大きいかも。あ、これ？
今ね、食料などを買ってきました。はい、こうやってね、ちゃんとカゴに入れていっぱい買ってきたので、この中に入れてまた運びます。今こうブルーリバーって言ってたね。はい、ブルーリバーのガソリンスタンドやってきました。はい、ちょっと休憩します。そしてガソリン入れてきます。はい、給油します。クマの絵がいっぱい出てきて、ここはクマがすごい多いそうです。なんかね、大きいクマが戦ってます。戦ってガブーってやられたってなってる。すごい戦いの現場です。すごいね。大きいのかな、これは。これは何ですか。あ、馬車的な。ね、なんか動物が引くんだね、これ。これでもなんか昔のあれかな。乗ろうとして壊れたら怖いからやめて。うん。